こんにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話も言いながら大相撲の世界を伝えするまっチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの陽武蔵です。さて先日、はい、名古屋場所の9日目の相撲を見ていたんですけども ね、はい、まあ、その時に集ったところがありますので、はいはい、まあ、そういう話なんかを今日はしたいなっていう思ってるんですけども、ね、はい、まず最初に行ったのが前の日に蒲郡市に行って、蒲郡市といえばね、私は子供の頃だったんですけども、はい、51代横綱の玉の海出身地ですね、うん、そうですね、まあ、今も解説で活躍なさってる北の富士さんの公的所という、はいはいはい、蒲郡に行きましてね、はい、体育館ですね、日があると伺いましたので、そうですね、市のスポーツ施設があるところでしょうね、はい、うん、私らが行った時も弓道とか、ね、他にもね、バレーかなんかの試合もしてるよね、うん、総合的な体育館のあるって、はい、その横にね、はい、相撲道場みたいのがありましたね、まあ、はい、結構立派なね、本格的な、覗いてみたら観覧席みたいのもあったんで、大会とかを開くんでしょうね、うん、そうですね、そこの脇ね、ちょっと上がったところに、はい、玉の海の石碑ってありましたね、はい、そうですね、はい、また体育館の中にもね、少し記念のものなどを飾っているところに伺いまして、はいはい、古い体育館なんで綺麗に飾っているっていう感じでは正直なかったんですけども、ね、まあ、昔序二段で優勝したそうそうそう、玉の島って書いた表彰状があったり、大きなね、化粧回し姿のそうですね、はい、絵とか、うん、そういうものがありましてね、玉の海さんと蒲郡市出身の勝光の方を、はい、もうちょっとね、化粧回しとかが置いてあって、はい、そうですね、うん、今年で亡くなってちょうど50年ということになりますけどね、素晴らしい横綱だったって、まあ最後までね、休みがなかったっていう、ね、そうですね、でも何歳ですか、27歳、もう今からだっていう時に、うん、その北の海さんと、競い合って優勝回数も増えていくぞっていう時に亡くなったんでね、よりね、未知の力我々に想像させるところがありますよね、はい、はい、それでまあ今ね、まあ、玉の海も最後まで休みがなかったっていう話だったんですけども、うんうん、まあ、そういう丈夫で長持ちと言いましたら、同じ愛知県出身の秋瀬山だと思うんですけども、うん、この場所残念ながらそうですね、休場ということで顎をね骨折したということで、私秋瀬山見るのをちょっと楽しみにしてたんですよ、です、ね、ちょっと特徴がある仕切りとかね、うん、雰囲気がこうあるんでね、はい、まあ、それでっていうわけじゃないんですけどもね、せっかく愛知県に行ったので秋瀬山のご実家の方をちょっと訪ねてみたんですね。そうです、おばさんにあたる方と少しお話をさせていただいたんですけども、はい、番付をいただきましてね、この秋瀬山さんの判子入り の、 そう、ね、番付をね、いただきまして、せっかく地元 ですからすごく張り切ってらっしゃったと思うんですけども、うん、結構ね怪我が長引いてるみたいんで、ね、今までその、うん、怪我がなかった、で、ね、今回たまたまね、この名古屋場所に、そうですね、休場ということでね、玉串さんに落ちてしまうかもわかんないんですけども、うん、今までもね、何度も這い上がってる方なんでね、また本当に頑張ってほしいなと思います。はい、はい、それからね、あともう一つ立ち寄ったところといいますとね、はい、武蔵川部屋として名古屋場所を初めてね、宿舎を構えた新勝寺に訪ねてみました。暑かった、訪ねた日が、日がガンガン出て、もう本当に名古屋場所の雰囲気で、はい、なんかこう当時を思い出しましたし、ね、お寺さんなんで、もうそのまま門があり、うん、横にね、はい、私らが使ってたガレージがあり、このガレージがそうです、ちゃんこ場だったんです。この中でね、ちゃんこやってました。そうなんですか、はい、それでこれ門入りまして、で、この地蔵さんとかあるんですけども、ここにね、土を持って土俵にしてました、はい、ここが土俵だった、はい、屋根と、ね、鉄パイプでその下に土俵を作ってやってました。すごい思い出しました。それで和尚さんご夫妻がいらっしゃってね、はい、お話しさせていただきました。まあ当時はね、もう一人ね、大和尚さんっておられたんで、和尚さんは大体親方と同じ、それぐらいですね、はい、そしたらまだ皆さんが行った頃にはまだまだ30代ぐらいの若い和尚さんだったわけ、ね、そうでしょうね、親方も若かったし、ご夫妻の子供が年長さん、うん、
ぐらいかな。そしたらまだまだそういうね大変な時期に相撲部屋を受け入れてくださった、うん、そうそうそう、いつもごくよくしてくださったっていう話をしていますけど、いやもうねすごい家族ぐるみでね、もう親戚の方もね、みんなもう一家総出でね、応援してくれて ね、はい、まあ、先日ねお話ししますと、張さんご夫妻っていうのも大学で水泳をなさってたっていうことで、ね、はい、やはり自分たちもスポーツをやってたから、そういう相撲部屋が来るっていう話を聞いた時にぜひ応援したいっていう気持ちでやったっていうふうに言ってくださってましたね、うん、そうですね、うん、それでまあいろいろね思い出を話している中で、うん、武蔵丸が来日してすぐに来たんだっていう、そうらしいですね、我々はね、はい、名古屋に乗り込んでたんで、はい、それでねこの前話してますと、武蔵丸がもう本当に右も左もわからないような感じで、うん、すごくね不安そうな顔で来たっていましたね、ということでね、それでもう国際電話するっていうことで、武蔵丸がお家に電話かけてたっていうのがもうすごく懐かしい。そうですよね、まあ、日本に来て初めて行ったところが新勝寺さんだったんでね、武蔵丸さんにしてももうあそこのお寺に対しては忘れられないところかもしれないですね、多いですね、はい、現役時代にお世話になってた新勝寺の和尚さんと奥さんです、はい、いろいろお世話になりました、ありがとうございます、またこれからも長いこともお世話になります、よろしくお願いいたします。はい、ここは最初は親方の部屋に来てたんですね、はい、そういう懐かしいところに参りました。本当にね、こう温かく迎えていただきまして、うん、嬉しかったですね。そうですね。またね、こう昔の武蔵丸の思い出とか知らなかったことなんかも含めて、ね、いやもう話を聞きまして、そうですね。私が見てた武蔵丸の生活を、うん、とはまた違った方向からね、うん、和尚さん夫婦はね、うん、あこういう子が来日してきたんやっていう風な目で見て、ずっと応援してくれてたと思うんですよ。はい、確か新十両で優勝した時もそうですね、若乃山とね、同時昇進だったんでね、うん、そこで十両優勝、うん、はい、ということでいろいろねこう名古屋方面でちょっと立ち寄ったところなんかを紹介させていただきました。そうですね、やっぱりこう名古屋場所かつ関連のところに立ち寄るってなんかこう面白いっていうか、ね、懐かしく楽しかったです、うん、はい、はい、いかがでしたでしょうか。まっチャンネルでは皆さんからの質問も引き続きお待ちしております。ぜひお寄せください。本日もありがとうございました。また次回、さよなら。